しかとこの身に焼き付けよ。1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8000と武田軍1万5000とが激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、前田啓二の巻。前田啓二様は利家様との戦いから前田家を出奔、流浪の身となっておりました。そんな刑事様を支えたのは刑事様の実の父である滝川益氏様でございます。刑事様は滝川家のため命を懸けて長篠の戦いに参加したのでした。刑事を風に立とう。おじき助けなさい。意地悪な旗色は悪い。このままでは負けるぞ。知ったことが。冷静になれ。離